さあ今回はこのカラカラスタジアムだね、ワールド2の最後のステージ、いわゆるボス戦です。なかなかねド派手なバトルするんでお楽しみくださいというわけでステージやっていきましょう。始まりはね今までと同じ、まあ砂漠のステージ、音楽もよく聞いた音楽だね。なんだけど何やらここにえらく広いスペースがあるね。ルーシーなんか教えてくれ。何にもないけどなんだか不自然。確かにな、広すぎて逆に不自然だよなこのスペース。何かあったなっていう感じがあるもんね。調べてみるととても大きな剥がされた跡、これに合うねピースが必要っていうことで、ここでねやっとこのワールド2を攻略してる途中でこの石板のかけらが必要なことがわかります。まあ今回はね僕はもう元々知っていたんでステージ攻略しつつ石板のかけら全部集めたんですが、まあこれをね知らないともう一度ねワールド2をやり直す、どこにあるのかなってね結構探し回る羽目になると。やっぱ難しいよねこのワールド2、ワールド1に比べてほんと難しくなってる。よし全部貼り付けると、ルーシー危ないよ、ルーシー危ないよそこ。おお、パタリパタリと開いてくね。これは想像できんわ。え？あ、優しい。ありがとうございます。天気も晴れ、立派な塔が現れました。最後のステージだね。すごい、ここにはこんな立派な塔が立っていたのねと。そう、これを剥がしちゃうってさ、クッパすごいよな。勝てる？端から端まで結構距離あるよ。これをグワッとクッパ剥がしてシールにしちゃったってことだよね。今回のクッパはマジで強いから、ラスボスもね本当に強いんだよねクッパ。心していこう。ちなみに初見の人に問題なんですけど、この塔何の塔か分かりますか？とあることをするための塔なんだよね。ぜひね考えながら、はい、ちょっと動画見てみてください。というわけで中に入っていきましょう。早速キモいの現れたね。これはもう新しすぎるよな。いわゆるまあこういう古代エジプト的な壁画なんだけど、キノピオがリアル人間の等身になって壁画として描かれていると。キノピオはあのちっちゃいサイズだから頭の被り物可愛く見えるけど、人間サイズだとキモいな。これがいっぱい描かれていると。何やらキノピオが手を挙げてシールを多分あれ貼る場所だよね。はい、こうやってシールを貼ることができると、何かしらシールを貼ると正解の扉が開くらしいと。しかし何のシールを貼ればいいのかなということで、真ん中に一人違うやつおるね。左手でハンマーを持ち上げてる壁画になっています。なるほどねと。壁の絵と同じようにここにそのシールを貼ればいいんだね。はい、反対側も同じように、右手でジャンプ、今の見失うの？嘘でしょ。パタパタ、ほんとこのゲーム弱いな。いや今のはパタパタが悪いわ。俺ただ走ってるだけだからな。ほい、こうなると。あくまでキモいな。もっとキモいの現れたな。何かと壁画キノピオが描かれている。標識みたいなもんなんだな。非常出口みたいなもんなんだこれは。古代のキノピオはもしかして等身高かったのかな、このキノコ王国の。ありえるな。これ古代のステージでしょ。古代キノピオでかかったんだ。へえ、新発見だねこれは。チャールズも喜ぶわ。さあ次行くと、またキモいの現れたね。これは壁画クリボーってことでいいのかな。ちょ、右の方行くか。ここはね一見右の方にねトゲがあるんだけど、あえてこう飲まれていくと、そうこういう風にね抜けることができると、下を。そして見つかるは石造りのゲートをゲットしました。いいっすね。いや理不尽。今のダメージは理不尽じゃない。あれ、こんなところにさっきクリボーいたっけ。壁画クリボー、何やら怪しいけど、どうなってんだこれ。マリオの動きに合わせてついてくるよ壁画クリボーが。ぐるっと回ると、お、さっきの3匹のうちの1匹が壁を乗り越えやってきたらしいと。はあ、こっち行くと。
現れるんだよね。壁画クリボーが敵として、これね、このステージにしか出てこないレアな敵なんだよね。壁画クリボー、妙に凝ってるよな。ここだけ妙に凝ってるよな、このゲーム。まあ、中身はね、なんてことないただの敵なんだけど、ダメージでかくない？ガードして2ダメージってことは素で3ダメージってことでしょ。普通のクリボーより強いぞ、この壁画クリボー。そしてね、勘の鋭い人ならもうここでね、気づいてる人がいると思う。ここに壁画クリボーがいるってことは、やつも現れるのかなと。早い早い登場が。もうちょいじらして、クリボーがいるとなればノコノコもいるよねということで、はい、壁画ノコノコが現れました。こっちの方がキモいよな。キノピオも、壁画キノピオもそうだけど、顔とかはさ、そのまんまなのにさ、手足だけ妙に長いのがさ、絶妙に気持ち悪いよな。ちなみにこの壁画ノコノコは普通のノコノコと違って、こうやって踏んづけてもね、はい、甲羅になりません。普通に耐えたりしてくるだけ。4ダメージ？そんな食らうの？ 3 ダメージだと思ってたわ。強っ。はい、というわけで倒しました。剥がれた跡ありますよ。剥がれた跡があるね。うわ、やらしいことしてくんね。あえて砂に飲み込まれて、はい、敵を回避しましょう。一人若干タイミングずらしてくんのがさらにやらしいよな。地味テクニックで避けよう。ほい、さあ、さっき手に入れたゲートをここに貼って先に進みましょう。おお、今度のガボンは走ってくる。おい、ちょっと待って、ガボン、やめろ、早まれ。おい、ガボン、お前無敵かよ。ずる。さあ、ガボン来いよ、お前の勇姿を見せてみろ。もう息揚々と沈んでるな。そして、おお、ガボンが死んじゃった。沈む時もあるのか。さあ、ここはどうやらね、真ん中、うん、さっきは2つだったけど真ん中追加されてる。キノピオの頭の上に何か貼らないとダメみたいだね。え、それ当たらなかったらもうダメだぞ。俺流砂で足取られてスピードだいぶ落ちてるのに、ちょっと当たらないのは僕は悪くありません。さあ、ここにね、キノピオが頭にトゲ帽子を貼ってる壁画があるね。さあ、今回も壁画のヒント通りシールを貼り付けると OK。 さあ、次の回は何やら砂で溢れてるね。お、いるね。はい、ワールド2にもルイージがいます。こういう風に隠し要素ね、ペパライズで剥がしてあげましょう。ちなみにね、ルイージ、これ剥がすと、その度にね、ラベルンタウンの家に、新聞記事みたいなのがね、1枚追加されて、各地でルイージが発見されていますみたいなね、緑の人物が発見されていますみたいな記事が読めるんだよね。それによると、このルイージは、この音楽を聴いていたのかなみたいなことを書かれてるんだけど、真相は謎なんだよね。多分スタッフも知らないんじゃないかな、なんでここにルイージがいるか。完全に今作のルイージはおまけです。愛されてるのか愛されてないのか、ちょっと謎な仕様になってますね。どうやらこの砂の山の奥に何か出口がありそうだね。扉がありそうなんだけど、砂が邪魔で入れないと。あの砂をどうにかしないとダメなんだけど、一旦ね、外を出てみると、大変なことなってんね。反対になってますよ。これを正しく貼ってあげましょう。すると扉が現れ、はい、さっき溜まっていた砂がこの扉からね、外に放出されると、はい、これであの扉の中に入れるようになります。なんだけど、この扉は何用の扉なんだろう。出たら死ぬぞ。もともとここに廊下があったけど崩れたとかなのかな。マリオも落ちそうになってるけど、クロックタワー2思い出すわ。シザーマン落としまくったわ。そしてこのね、土管に入ると、この入り口にね、つながるショートカットが開通しますと。はい、2回目来るとき簡単にね、この上の方にショートカットできると、まあ、つまり言うと、ショートカットしてこの上にね、行く用事があるってことだよね。何回か上に行く用事があると、そういうことです。楽しみにしておきましょう。ちなみになんだけど、これさ、左の方を進むとなんか穴があるんだけど、これって何のための穴なんだろう。よくわかんないんだけど、なんかあんのこれ。ちょっと情報知ってる方いたら、はい、教えてください。コメントが何かで情報を求む謎の穴。さあ、砂がなくなったので入れます。というか、これあれか、こっち側突き抜けたらさっきの出口から飛び出ちゃうんだな、マリオ。ここに扉があるってことだよね、手前側に。怖いな。おお、今回は2つ意外と簡単そう。ちょっとね、一回ヒント見ずにシール貼ってみようか。じゃあ、このキラジャンプと
もうここは奮発してキラキラブンブンハンマーも貼っちゃおうかね。レア度高いからキノピオ通してくれるかもしんないよ。相当レアだからね、キラキラだからね。ムカつく。そう、失敗するとねブブーとキノピオに拒否されちゃうんだよね。で、使ったシールも返ってこないっていうね。これめっちゃ鬼畜だよね、ほんとこのゲームの謎解き。今もうキラキラハンマーシールっていうね、めちゃめちゃレアなシール使ったのに、それもね、もうあっさりと剥がされちゃいました。これ難しいよな、ほんと。もっとレアなシールをね、もうキノピオにブブーされた日にはもうだよ。怒りだよ、怒り。今回はね、壁の壁画のヒントがね、いっぱいあるんだよね。のこのこの甲羅持ってるし、これは葉っぱ持ってる、こいつはバネジャンプ持ってるし、ファイヤーフラワー持ってる。いろんなヒントが壁画に描かれている。どうしたらいいんだろう、何を貼ったらいいんだろう、すごく惑わしてくるんだけど、皆さん、ついにこの時が来ましたね。ルーシーさん、ヒントをください、アドバイスを。このフロアの壁画はみんな向きもポーズもバラバラよ、よーく見てみて。お前急に優秀になったな。なんか知らんけどね、ルーシーここのステージだけね、めっちゃ優秀になるんだよね。前のオアシスの時とかはもうなんかゲームの都合なのか、ヒント通り越していきなり答え言い出したり、他のステージではね、もういつも通りヒント逆にくれなかったりっていうね、すごい無能っぷりだったんだけど、このステージにおいてね、ルーシーめちゃめちゃ優秀。なんでなんだろう。ちなみにこのステージ超えると皆さん安心してください、いつものルーシーに戻るんで、ご安心ください。さあ、このルーシーのヒントを、はい、元にやっていこうか。向きとね、ポーズが一致している壁画キノピオを、はい、探してこいっていうことなんだよね。左にフラワー貼って、右にパウブロック貼ります。これが正解。いいね、はい、最上段への道が開かれました。いいね、嬉しさ3倍、歓迎してくれてるわ。さあ、しっかりセーブしておこう。ここセーブ忘れちゃダメだよ。さあ、さっきね、始まる時にここ何の建物でしょうって言ったけど、その答えがここにあるんだよね。じゃあ行こうか、最上段。もうここまで見たらわかるよね、まさかのまさかここ野球場でした。ゴロ。高校編のゴロ。しっかり壁画クリボーだったりね、壁画キノピオ、壁画ノコノコが観客として描かれてんだよな。細かい。じゃあこれを取ったらクリアなんだけど、ギギギと、どこかで聞いたことあるね、この裸足の原的ワード、ギギギ。そう、当然ボス戦です。ギラギラ。今回のボスはサンボですね。サンボ、ロイヤルシールの力によってギラギラ、そして強くなったサンボがボスとして現れます。おー、折りたたみ可能なんだな。そしてこの巨体どう倒そうかといったところで、あー、閉まっちゃうんだ。収納されたわ。わざわざ弱点であろう顔面をね、目の前に差し出してくれたと、ありがてえな。はい、バトルスロットも開始したんで、ここは確定でまず2枚揃えて、さあ準備は万端と。もうね、敵にやられる前にやっちゃおう、うん、もう存分にね、キラシール使ってぶっ倒したいと思います。まずね、これキラキラ分身ジャンプ、これね、前回クリアした砂コンベ後でね、隠しアイテムとしてね、用意されていたもので、まあ、動画では映してなかったんだけど、しっかり、はい、回収していました。マリオがね、分身して敵を攻撃するっていうシールで、それのキラキラだからもうめちゃめちゃ強いと。それにプラスで、このキラキラハンマーも使っちゃおうか。キラキラとキラキラだからね、とんでもないダメージ入るよ。すまんなサンボ、一旦目で終わり。あれ、3ダメージ、キラキラハンマーさん8ダメージ。そう、このゲームボス戦はね、基本ゴリ押すんじゃなくて、敵が隙を見せた時に攻撃しないとダメなんだよね。今回まだね、ボスサンボは隙を見せてないから、どんなレアシールを使おうともそんなにダメージ入らないんだよ。しかも HP300 だからね、一番強いキラキラシール2枚使って19しかダメージ入ってないっていうね、なかなか鬼畜だよな。ここが鬼畜なんだよな、このゲームのボス戦。いきなり攻撃しても全然ダメージ食らわないのに、最初からスロット回させるのちょっと闇だよな。全然意味のないスロットだよな、あれ。そう、ハンマー攻撃しようとするとあのトゲがね、邪魔でダメージ食らっちゃうと。しかも仲間も召喚。随分とやらしいね、サンボくん。あ、出た出た、しわくちゃ。これが鬼畜なんだよな。14ダメージでやりすぎやで。しわくちゃほんと強いよな。
1対1なのにさ、その1人が動けないってすごいよな。はい、これでボスサンボが、はい、全身現れました。ここでとあるねモノシールを使うと、こいつをねスカッと倒すことができるんで、はい、早速使いましょう、そのモノシール。あれあれ、持ってくるの忘れました。普通だとね、初見でボス戦ってその適切なモノシールが必要ってわからないから、こういうことになるんだよね。ここで本当はねバットを使うんだよ、モノシールのバット。このステージがヒントになっていて、まあスタジアムだからバットを使おうってことなんだろうけど、なかなかそれもちょっと気づくのが難しいと、鬼畜だねボス戦、難しい。当然バットをね、まあ都合よくここで持ってきてる人も少ないと思います。なんだけど大丈夫、なんとこのゲームねボス戦逃げることができます。新しいよな。普通に戦うとキラキラ使っても全然ダメージが通らないぐらいボスは強い。なんであいつのね弱点となるモノシールをこうやって探します。一回まずボス戦ってみて、そして敵の弱点を推測して一回ボス戦で逃げます。そのモノシールを取りに帰るっていうね。それをこのゲーム繰り返します。ちなみにねここが鬼畜なんだけど、逃げるとねさっき使ったシール、消費したシールは返ってこないんだよね。俺が消費した2枚のキラキラシールはね消えてなくなりました。飲み込まれたわボス戦の闇に。で、まず逃げたらいいって言ったんだけど、実はもっといい方法があって、っていうのが、一回リセットします。リセットすると、直前のね、セーブポイントから始まるんで、消費したシールも消費してないことになるっていうね。ボス戦で逃げて、モノシールをね、探すんだけど、実は逃げるよりリセットする方がね、効率がいいっていうね、なかなか闇の仕様になっています。はい、というわけで、キラキラ分身ジャンプとキラキラハンマー帰ってきました。ありがとうございます。謎すぎるよな、この仕様。さあバットのシールしっかり用意してきました。輝くバットが見えるね。全身がね現れた時にバットを使用すると大ダメージを与えれると。なんで一旦、はい、体が出てくるのはまた待っときましょう。はい、ここはいらねえよ、3枚揃っても意味ないんだよ。さっきその闇に飲まれたわ。俺のキラキラジャンプが。こういう風にね3枚揃っちゃっても1枚だけで、はい、攻撃もできるんで、こういう風にお茶濁しましょう。普通のハンマー2ダメージか、やばいな。出た出た出た。これね、今敵しわくちゃなっちゃったんだけど、まあしわくちゃってね、非常に強力な状態以上で、敵もね、一旦動けなくなるし、ダメージが2倍になるんだけど、こいつの場合さ、4ターン経たないと、こっちは攻撃しても意味がないんだよね。なのにしわくちゃになることによって、それが一旦遅れてね、こっちがね、無駄にシールを1枚消費しないとダメっていう。まさかの状態異常が敵の助けになってるっていうね。というわけで敵の全身が現れたので、もうこっから容赦なくいくよ。もうこっから俺のターン。お、いいっすね、3枚揃った、これは熱いよ。じゃあどうしよっかなと、まあ、まずは1回目、バットの前にも葉っぱ使っちゃうが、葉っぱでこれ確定エクセレントです。よし、バット一発使いましょう。そしてね、今回、モノシールも何枚か持ってきてて、ジュースと、はい、かき氷。およそどんな攻撃するか想像がつかない、この2枚ね。ジュースいっちゃいますか。ジュースで攻撃しよう。まずは、キラ葉っぱで、これで確定エクセレントになります。そして、バットを発動させると、音楽も凝ってるね。いいっすね、45ダメージ。すごいな。敵の体を一発一発削り取っております。強っ。顔面バットはしない優しさね、これ。顔面バットはさすがにちょっと NG だった。そしてソーダは振り続けると、嫌な攻撃だわこれ、精神的に効くわ。まさかのソーダの攻撃は振って攻撃っていうね。モノシールはねすごい演出が凝ってて面白いよね、このゲーム。最後はどうする、まあ、かき氷一発使うでしょ。とどめ何で刺すかって話なんだけど、ワールド2といえば掃除機さんの出番でしょ。もうみんなの印象にこびりついたこの掃除機、これで綺麗にワールド2締めくくりましょう。まずはかき氷でちょっとお膳立てね。かき氷はどんな攻撃かなと、はい、氷山が現れ、かき氷が現れ、なんか知らんけど霊気が出てきます。ネタ切れ、かき氷っぽくない攻撃でしたね。
そして掃除機を使うと、もうこれはもうね、強さ分かってるよね。なんたって竜巻をぶっ壊す掃除機だからね。おい、掃除機さん？まさかの25ダメージ。全然強くね。この目がくるくる回ってる状態のサンボは防御力もゼロになってるんだけど、それでも25ダメージっていうね。なんとも話題にこと書かない掃除機さんでした。まあ実はちょっと演出のためで、エクセレントあえてしてなかったりとかね。ちょっと演出のために弱く使ったところはあるんだけど。まあ面白おかしくやりましょうや、ね、このゲーム。もう特別使いたいシールもないんで、まあキラキラハンマー、まあキラ分身ジャンプ使うか。さっきは3ダメージだったけど、この目がくるくる状態のサンボだとどのくらいダメージ取るのか見てみましょう。おわ、強っ強っ掃除機なんかいらんかったんや。キラキラ分身でよかったな。鬼畜だよな。本当はもう11とか12とかダメージ食らうシールが、初期状態だと3しか食らわないっていうね。なかなかに、はい、強いボス戦でした。こういう風にね、適切なものシールを探してボスは倒しましょうっていう、はい、そういうことをここで伝えたかったです。さあ、これで2枚目のキラキラシールかな。キラキラシールじゃない。ロイヤルシールね。サンボすらあんな姿に変えてしまうのね。すごい力だわ。言うて君の星のアイテムだろ。自分の星の。そんな強力な力を秘めてるんだな、シール星って。ちょっと危ないよな。ルーシーがいつか敵に寝返ってシール星から襲ってきたら勝てないよな。はい、というわけでステージ2クリアです。動画2つで終わるかなと思ったら3つになっちゃった、うん、結構ね楽しくいろんなこと紹介しながらやってたから長くなっちゃったね。おお、サンボもともとでかかったんだな。そこのサンボはトゲもついてなかった。砂漠の塔のスタジアム、おお、貼ってあげたんだな、カメックか。仕上げにカメック魔法をかけた。あ、この塔をペラペラにしたのはカメックなのか。神隠し。うまいこと言うね。手下のカメックでこれだけのことができるんだから、もうクッパはすごいよな。とんでもない力を持ってるってことだよね。よし、というわけで、ステージ2クリアです。よかったね、ワールドにクリア。まあ、これで終わりといきたいんだけど、ちょっとね、コメントでいただいたものがあって、これステージクリアしていくとね、このラベルンタウンもちょっとずつ変化していくんだよね。まあ、住人の会話も変わるんだけど、このシール会場ね、最初クッパにめちゃくちゃにされたシール会場も、ちょっとずつね、これ復旧していくんだよね。とりあえず来たみたけど、なんかかったるい。おいおい、俺が頑張ってるのに、なんかキノピオたちの雰囲気は相変わらずだな。ちょっとずつステージは復旧してってるけど。シールフェスタが復活？そんなありえないです。みんなめちゃめちゃ卑屈になってんな。シールフェスタが復活すると聞いて来てみましたが、本当ですか？まあ、ちょっとずつは復旧してるよ。もうちょい待ってくれ、もうちょい。話を聞きつけて集まってきました。お前たち、一応ピーチ姫さらわれてるからな。誰かそこに言及してくれ。シールフェスタが復活するのも大事だけど、まずはちょっとピーチ姫の安否をみんな願ってほしいわ。本当、このゲームみんなピーチ姫のこと忘れてんだよな。まあまあ、うじうじしてるよりはね、ちょっとずつ前に向かっていく方がいいよね。まだうじうじしてるやつもいるし、なんかかったるいやつもいるけど、これもね、この今後ステージをクリアしていくと、まあ、どんどん復旧していくと。その様子もね、ボス倒したら、まあ、ちょいちょい見に来ようか。それも面白いね。どんな風に、はい、このフェスタが復活していくかっていうところをね、そしてどれだけみんながピーチ姫に関心ないかっていう、そういうところも、はい、見ていただけるかなと思います。よし、これでじゃあステージ2、ワールド2は本当に終わりだね。次はワールド3からやっていきます。またね、砂漠のステージとはガラリと雰囲気が変わって、ちょっと次はね、毒のステージ。毒々しいステージなんで、まあそれもシールの力で、はい、進んでいきましょうということで。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。